よいしょ。はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、今回なんですけども、はい、かねてから言われておりました、沢田研二さんの侍を、これをぜひぜひ見てくれっていうね、侍ですね、侍コメントこれ多く、ほとんどのコメントこれやったんちゃうかなっていうぐらい。でも今静止画で止まってるジュリー、男前っすね美しい、スタンバってますここでもう気になってしゃあなくて、さっきからチラチラ見てますけど私ほんま日付がですね、1978年の1月21日なんで、はい、私が2歳の頃なんで、あ、はい、もうチュパチュパしてる時ですね、チュパチュパしてる時ですね、はい、もう哺乳瓶、哺乳瓶はもう、いやでも1月って書いてるから、いやもう卒業してるかしてるかしてるかしてるね、離乳食ぐらいで、ああですね、あの頃のね映像なんですけども、さっきからランさんがね鼻息荒くてですね、いやもうねふんふん言うてるんで、さっきからね、最近ちょっとなんかなんかちょっと性欲強いおばちゃんみたいになってて、やめてもだってそんなんね、普段女のお文字も感じさせへんぐらいの生活してますんで、ちょっとそれぐらい女子の部分出したかってよろしいじゃないですか、言い方もおばはんですね、女子の部分出したかってよろしいやないか言うて、もうなんかねだんだんそうなってきてるんで、でもそれぐらいそのホルモンを動かす方なんですよね、やっぱりこのそら見るだけで妊娠してまうわぐらいの勢いですよ、そんなそれなんか誰か言うてたなんかそういうこと、そういう表現あったよね昔ね、見たら妊娠する、いや見たら妊娠する、でもそれぐらいの色気ありますってジュリーはジュリーは、はい、じゃあ行きましょう、はい行きましょう、サムライでございます、はい、わあかっこいいな、え裸、いやちゃうこれなんかその レースっていうか、あ、なんかかっこいい、あれですね、あの軍服みたいなの着て、うん、これ今でけへんよな、できないですね、今もうちょっと問題になるから、いやかっこいい、ちょっと待って、うん、パッと見裸ちょ分かってますよわーおしますよ、まあ、ちょっと待って、歌入ってきへん、どうしよう、声がやっぱすごいな、うわでもこの歌低音部分がエロいっすねすごい服おおやばい、まあ言うたらあのパンストみたいな生地ですからね、ねえねえ、指先までこれ、うん、どう切んの、うわかっこいい、うわもう、うーん、でもね、うわうるさいよ、やばい、抜いてもた、コウさんどうしようこれ歌入ってけえ、どうしよう、いやほぼ服着てへんやん、これこんな、でも一応どうやって作ったのかな、もうこのすごいな、この声やばいっすね、うん、ああいうの、いやこれはまあまあすごいっていうの分かるわ、いやでもこれ綺麗ですね、うん、やらしくないっていう、キャってなりますけど、うん、ああ、この流し目やばい、これでも GS の時の歌からよくここまで変化したよねと思うね、やべサブよ、うわ、これ下畳か、もらえるの
ゃいかん、こりゃいかんよ。おお、ドスが出てきましたね。そんなユダがドスで。ここあかん、ここあかん、ここあかんよ。やばい、やばい、ここやばい。しかも何回も来るよ。うわあ、あえて光らせてね。光らせるね。いやすっげーこれ。ということでございました。あーもう最後のあーあの連呼のとこもうあかん、もうあかん、あれ反則、あかん、あかんよこれ。でもこの声最強の武器やな。いやもうこれ、うわー、こういう男っぽい歌歌っても似合うんですね。いやーおわーおわーおわーおどうしよう。なんかの YouTube の効果音であるわーおあるよね。あのいやあのうわーのうん出ないことはあの服よ服よまず服よ。生地ってパンストと一緒やもんな。パンストみたいなやつでシースルー以上のものですよ、うん、シースルーなんかあれついてキラキラして、ね、ラインストーンついてね、バラバラ、うんうんうん、で指先までラインストーンみたいな、うんうんうん、はあ、いやでもワオってなりますけど、やっぱりこれビジュアル系の先駆者ですよね。いやですよね。だから美しいんですよ、それ含めちゃんと綺麗、うんランさんがおかしになってます。ちゃんと綺麗ってなんやねんみたいな。ランさんがおかしくなってます。いや衝撃ですよ衝撃マジで。いやあのいろんなシースルーのね衣装見てきましたけど、うんうんうん、私、うん、これすごいわ。いやほんでその、それを着こなしてこうなんかこうなんちゅうのその立ち振る舞いが完璧なんですよ。そう、この芸術作品として見れるんですよ、うん、あのなんだろう性的対象ではなく、うんうんうん、あこういうものなんだなみたいな、うん、だからびっくりしますよ。え服みたいな、うん、え見えてるよここみたいな感じになるんですけど、いややっぱいやちゃんと美しいわ美しいわ。だってジュリーって多分ビジュアル系の先駆けでしょ、うん、そのメイクとかもあんだけしだしたんとかも、うん、多分そうですよね、ジュリーが最初でしょ。1978年これですよもうすでにこういうのがあったんです。あの1987年生まれの私がびっくりするから、もうすごいわこれ、うん、頭抱えてもすげえなすげえな。しかもやっぱなんか声すごいな、声がね、声のね、もう叫んでるようで叫んでない、うん、あの安定した叫びですよ ね、 ね、うん、あそこで、ね、あのぐちゃぐちゃなる人はいるんですけども、このジュリーの場合ってもうあの綺麗なんですよ。 その声が そこをそのなんか決まってるんですけど、うん、綺麗に決まってるんですよね。そうあれができるのがすごいな。あそこ大体壊れちゃいますからね、うん、普通は。だから叫んでるようで叫んでない、汚くなるんですよね普通やるとね。歌い方あそこがババチー感じになるんですけどね、あーみたいな。でもこれジュリーは綺麗にこういけるんですよ。うわーでもあのがなってるんですかね、それともともとの声質でああいうザラザラってした感じになってるんですかね、どうなんだろう。ちょっとわざとやってるところはあるのかもしれない、このなんか歌い方を見るとわかんないですけど、このサビのところすごいな。多分でもこの最後の決まり方ってあの調整ちゃんとしないとああはできないんで、うんうんうん、多分作り出してるもんやと思うんですけどね僕は。うわ天才的ですね、その考えた、うん、それ作り出さんとやると多分あそこもっとうるさいというか、うんうん、汚く聞こえちゃうと思うんで、うんうん、あんだけ綺麗に聞かせてるということはやっぱりそれがあの意識してそこやってそうな気がしますね僕は、うん、あ調整を自分で考えてやらないとああいう風な安定した決まり方できないと思うんで。いやでも
うわすごいわ、うん、ね、やっぱちゃんと綺麗な角度で全部やって、ここをやるときもなんかそのえめっちゃいい角度なんやけど、え再現できへんみたいな感じ。これだから当時のファンは失神したんでしょうね。いやこれはもうすごいですよ。目の使い方うまいですね、ジュリーってね。もう流し目こう目のこの使い方が、視線の外し方と、まあ、節目になるそのまぶたをこう閉じる度合いが絶妙なんですよ。だから目がめっちゃ綺麗ですよね、うんうん、見てたらもうなんだろう、お人形さんみたいもうお人形さんみたい。これ不適切な発言やったらすいません。でもほんまにね、なんか生身の人間がやってることではないなと思ってしまうぐらい綺麗なんですよ、うん、だからそういうね、もう走りがジュリーでもこの時代にこういう風に完成しちゃったんですよ ね。よく考えると、これを見ると、今見るとね、衝撃ですよこれ。これだって今できる人いないですもんね。まあ近づいてるのは西川さんぐらいですかね。でもちょっとジャンル違うか、ジャンルちゃいますね。あの人もなんだろう、自分のことをね、妖精や言うてはる人なんで、まあなんかそういうものやって見れるじゃないですか。この方はなんだろうな、なんだろうな、二次元の世界から飛び出してきた人みたいな感じなんですよ。大好き二次元。いや本当にね、なんだろう、こう女性が理想とする像がそのまま三次元に来ましたみたいな。はい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 、作り込み方もすごいじゃないですか。その演じてると言いますか、沢田研二を演じてますみたいな、ね、うん、これを見る限りは、ね、そのもう完全に入り切ってそういう世界を作って見せてるって感じだよね、うんうんうん、だからもう見とれてまいりますよ、ね、こういうさ、あの歌い方とかこういう演出の仕方っていうのを本当にその現代で見なくなっちゃったんで。いやそうですよ。だって普通にTシャツとジーパンで歌ってる人とかもいるぐらいですからね、うん、テレビに出て、うん、考えてこう完璧に作り込んで、こう一種のなんか本当物語として出してるっていうか、ね、で、今のその、まあ、ビジュアル系でいろいろ着飾って世界観を出すとかっていうのがあるんですけど、この当時、まあ、着飾りもしてはいるんですけど、うん、空気感で全部作り出して、うん、沢田研二とはこういうものですっていうのをきっちり演じきってるじゃないですか、うんうんうん、それでもう目が離せないんですよね、うんうん、うわすごい、うわうわみたいな。いやこの世界観の作り方、しかも一人であのセット見ました。マイクポツンと畳しかあらへんところで一人でやってるんですよ。こっちからドスが出てきてこう、そうなんかすごいわあれ。すごい演出やな。あれはすごいっすね。うん、今ではちょっとこの演出は多分ねコンプライアンスうんかの言われるんやろうな。いやでもこの指先から何から何までこの見せる角度はすごいわ。でも意外とこうやりながらって歌いにくいね、これ。いやそうですよ、だってここの胸郭の動き制限するんで、うん、ってやるとなかなかね、この振りをパッて上げてね、こうやって。これやったらまだちょっと動きながらやってる方が楽やと思うんですけど、このじっとほぼじっとしてるやつでゆっくりした動きつけながら歌うって難しいよねっていうのがあって、そう思ったかな。よくこれ歌うよねって、この状況 で、うわーすごいわ、うわー。またワンインチ出ますけど、沢田研二さんも意外とワンインチボイスです ね。そう、このノーモーションでバッと声出るでしょ。涼しい顔して、うん、眉間のシワほぼ寄らずで、ほほおほほですね。おほほですよ。やっぱり昭和時代にデビューした歌手ってワンインチの人多いですね。ねえ。もうノーモーションで声がパッて出るっていう。うん。あすごいな。あの最後のあーのところもなんかもうふわーってならないじゃないですか。うんうん、しんどそうなところがないっていう。あの梅干しみたいにならへんからすごいな。あなたみたいに。そう、私梅干しの顔になるんでね、いつもね。梅干し。
いやでもこの頃すごいですわ。本当、まあ、特徴で言えばそのワンイチボイスっていうか、本当にそのノーモーションでこんだけ声出すし、でこのゆっくりとした振りでこうあんだけ歌うっていうのも、ね、ここを締めながら歌うわけやから、ね、めっちゃ難しいのと、まあ、あとはやっぱりこう声がやっぱりもう爆弾です、うん、この間の TOKIO よりもすごいですよね。もう味がもっとすごいしっかりしてます、ね、凝縮してみたいなね、うん、だからもうどうしようおかしくなる私おかしくなるよ、はい、今回のタイトルランさんがおかしくなってリーダーが引きましたっておかしくなるよ、ほんまおかしくなりますってこれじゃあこれもう始まる前からふんふん言うてて、そうなんですよ、鼻息始まる前からふんふん言って、ちょっとね見たいとか言ってるから、もうねもういろんな方が侍見てくださいっていうの、うん、もう見とこうと思っとったんですよ。もう絶対見たらあかん、見たらもうネタバレなるからとか思ってずーっと楽しみにしてて、侍今日行くねって言われた時についに来たみたいなふんふんしてはい、ということでですね、はい、一旦これぐらいにして終わりたいと思いますはい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではでは、はい、ではではありがとうございます。あ、最近ちょっとふんふん多くなってきたな。いやこれはね、ちょっとやっぱりこの辺の人たち異色というかやっぱ違うわ。異次元ですよ。うん。どうやったらそう生まれてくるんですかってすごい不思議に思ってしまうぐらい。多分でもなんでこういうスターが生まれるかって言ったら、その当時エンタメってそんななかったじゃないですか。うん、その YouTube もなかったやん。もうテレビラジオしかエンタメってないし、あと映画見に行くとか、そうですよね、まあコンサートに行くぐらいしか、うん、言うたらリアルなものしかなくて、で。そこにもう集中するやん。そのファンも集中するし、アーティストもそこに、ね、アーティストもそれ以外やらんわけやん。まあ、ちょっとそのバラエティに出たりとかはあったやろうけど、その今みたいに YouTube とあれやこれややりながらやるっていうのもないですし、そこに超集中してみんながやるっていう。もうなんかもう超集中したいって研ぎ澄まされて、うん、研ぎ澄まされてるやつですよね。見てる方もそれしかないし、ね、だからもうこのアーティストとこのファンの真剣勝負がここで行われるというね。あ、だからもうその時代を知らない世代が見たら度肝そら抜かれるわいう話でしょ、うん、で今ってもその娯楽が分散しちゃってるから、ね、その一個に対しての集中っていうのはちょっとなくなってはきてるのかなっていうのはありますけどね。いやでもほんまいやジュリーやばいっすねやばいわほんま、まあ、何やろ わこの世のものとは思えへん、なんか架空の人物ですねこの方も私の中で、うん、めっちゃ綺麗まあでも喋ったら関西弁ですからね。ねえ、僕らと同じ関西弁ですよこの方。めっちゃ綺麗、なんかもうほんま彫刻みたいな顔してんなと思って私、うん、やばいだから美形の走りでしたもんね。だからほんま、なんかねだからなんかそのねキムタクさんが出た時にジュリーの後継みたいな感じのね、うん、言われ方してましたけど、うん、元祖ここの人ですから、ちょっと異色ですよね。こういうことができる、ビジュアル系。いやでも本当にね、あのコウさんがあれと同じ格好したらただのセクハラですからちょっと腹出てます、うん、ただのセクハラですからあれはあ、17歳ぐらいの時やったらいけたかもしれない。いやでもそれでもいやちょっとだいぶ頭のおかしい人がおるでって言われますよ、すっけすけでやつすっけすけでね、ほんま僕でもあのね、小学校3年生までは女の子に間違われてましたよ。あ、そうなんですか。はい、あら、あの当時おとなしかったんですよ小学校3、4年の時って。おとなしくて色白で、あのよく女の子に間違われる、髪も長かったしって。今では考えられないですけどねどんどん主役じゃなきゃいけない。てかどんなフォルムしとったんやろその当時、ちょっと一瞬想像したけど、あ、無理、できへんとか思って今まあまあ、なんか小さい時の写真持ってきましょうかほんまですね、七五三ぐらいの時の写真持ってきていやでもジュリーこんなんやったんですよ
これイメージでもランさんの中でなかったでしょ。全くなかったです。てかあの、この動画でやるまでどん なんだろう、あの勝手に仕上がれん時の、うん、あのスタイルのイメージだったんで、ね、なんかこう綺麗系でかっこいい感じのあの人なんかなっていうのは思ってたんですけど、まあ興味でもへーみたいなねおかしくなるみたいな。いやでも、うん、おかしなりますって、うん、おかしなりますよ。だってちょっと今日俺が引いてたもん。だってかっこいいっていうよりか美しいですもん。そらもうそらそらもんですよ、ほんまに。ちょっと動画始まる前からちょっと俺引いてたからな、ランさんテンション上がりすぎて気持ち悪いと思ってたでしょ、うん、それぐらいハマってはりましたんで。あもう私かて女子ですので美しいもん好きですよ、そらね、目の保養言うさせんな、こんなんかしわくちゃのおっさんでもうこれ見たらこれ見たらうわそら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 もう、ね、いや同じ男として、いやでもほんまにね、同じ人間としてこれは反則ですわ、ね、反則っすよね、ほんまにええー、なー、ね、こう生まれてきたら人生どんだけ楽しいんやろなって。いやどうなんですかね、楽しいよりも苦労の方が大きいような気もするし。でも結構ねイケメンと美人ってやっぱりこうなんだろう、うん、得することが多いとか言うじゃないですか。まあ多いでしょうね。ね、うん、ここまで行き切っちゃうとちょっと苦労の方が多くなるんですかね、そうやったらね。まあでもその時代が今違うから、うん、今の時代はそれでイケメンとか美人って得するけど、この頃でも言ったらその分散しないでそこにこう本当に真剣勝負になるんで、逆にその期待されるじゃないですか。ああそっか、アスリートと一緒で、で期待された分のことをやらないといけない感がすっごいあるんで、この時って。まあでもなんかストレスも半端なかったですよ。だってもうめちゃくちゃ忙しかったと思いますしね、うん、なんかこの時代のだって方ってもう本当寝るのができないというか、うん、3時間寝れたらいい方みたいな感じだもんね。まあ、もう命削ってみんなやっぱりね、そうそう本当命削ってるんですよ、やってらっしゃるっていうのはね、うん、そんな時代なんで、ね、そのクオリティ出されたらほんまもうねえ、うん、すげえわすげえわって、なんかすげえ口悪い、すいませんすいませんでもねおかしなっとんです私、はい、今日、はい、今日ねもうご飯食べよう、え、見てください、すいません、はい、ということでオフショットでした、はい、ではではありがとうございます。10月秋の風の流れに言い始めた僕たちは寒い